久々じゃね、4人集まってじゃあなんかこう映像撮るっていうのも1年ぶりとかになっちゃったから、でさっきもその歌手のこと言ったけど、全員やっぱちょっとどっかしらその勘が鈍ってるとか、あの動きが悪くなってるみたいなのがあったり嫌だなっていうのはあったんですけど、歌詞ね、覚えるのが大変だったね難しいよね、歌詞覚えるのって病的に覚えられないから、俺は人よりも。だから MV 単純に言ったら1年前なので、しかもこのプールって結構このまあ狭めのスタジオで撮ったじゃないですか。だから今回はね、やっぱあの広いとこで、まあその工場みたいなとこで撮ったので、倉庫みたいなとこで、だそういう意味で言ったらやっぱなんかこう、ああ MV 撮ってんなみたいな、ちょっと気持ちは変わりますよね、やっぱそこは。まず一番でかいのは久しぶりってのもあったと思うんですけどね、疲れた、ライブやってないっていうのも多分すごい大きいかなっていう気がするけどね、まあ、MV はもともとね体結構きついっていうのもあるんですけど、輪をかけてきつかったなっていう。天井の高さ、まあ、今回はの高い位置からの撮影もできるっていうのだったり、抜けがいいので照明が組みやすいっていうのが一番大きいかな、そういう点ではやりやすい場所だったと思います。直線だと入るから延長モード、繋いで奥流してって、昔やったっていう感覚はないかなっていう、まあ、実際音源もね今回の再録して取り直してるんで、なんか全然新曲と変わらない感覚、馴染んでる新曲みたいな感覚ではあります。で撮ってるライブっすね本当にだからもう完成したの見てもやっぱそういう温度感になってるなっていうのはやっぱあったし、まあもちろんねその多少の制約あったりもしますけど、まあ基本みんな話聞く限りは次の日筋肉痛になってるし、しっかりでまあその1年ぶりっていうのは、まあ途中ライブとかは挟んでますけど、まあ約1年ぶりのそういうザ・バルブスの準バルブスの活動みたいな感じだったんで、まあ気合もちょっと入ったというか、まあ全部楽しんではいるんですけど、やっぱちょっとバランスでやるとなるとやっぱこう違いますよね、気の入り方というか若干あります、過ぎ去ったじゃん。だからみんなでこう会うだけで楽しかったし、なおさらこうやって一つの作品また作るっていうのも楽しかったし、なんかバンドだなと思ったよね、やっぱね、うん、あとなんかこうやりながらさ、この4人集まるとさ、なんかこう危険なものができそうな感じするじゃん。それがなんか楽しみだったね、やりながらどんなんなんだろうと思って、そ
ワクワク感の方が強かったかねって疲労感にも。なんかライブと変わんなくなかった疲労感が。いやすげえ疲れた、まあ、すげえ疲れた。やっぱなんかこう4人一致してる熱量がね、その嘘つけない感じをやっちゃいけないっていうのが暗黙の了解であるじゃ ん、 なんかだから疲れんだよね。他のバンドだったら多分こんな多分疲れないんじゃないかなと思っちゃうけど、そこなんか男気な感じだよね。俺が一番大きく感じましたのは90年代とかにその、まあ、俺がやったその従来の方に見てたハードコアとかパンクスとかって、まあいわゆる MTV がこうワーッと出てきた時に、そのお体にお金もなくて狭いライブハウスでガレージでやってる中で、まあ、暗いところで、まあ、もうホームビデオみたいな感じのカメラ使って撮ったような暗い映像とか暗い映像みたいなので、そこがイメージ的にはあって、ただやっぱりその時代のものだからカット割りが悪いんだよね。映像としてはこの部分かっこいいんだけど、映像が変にカットが長くてだれちゃってるとかっていうのをすごくこう早いカットを曲に合わせて、そういうハードコアとかパンク調のそのかっこいい部分を出せればなっていうのが、まあ、念頭になって、で、まあ、ただもう一方で、撮影が11月の末だったんですけど、11月の頭に俺がアメリカに行ってたんで、向こうで撮ってきた映像をこうやっぱカットインでこう混ぜていくようなのがあれば、それをやってもいいなっていうのも分かったから2パターン撮ってたんですよ実は。でただそっちのやつは結局編集の段階でもう片側の、イメージはもうちょっと捨てて、完全にそのパンクハードコア寄りのテイストでいこうっていうので、まあやっぱその一発目のそのみんなの動きがシャープだったんで、切れてる感じは出したいっていうのがそうなりましたね。カメラがカット切り替わるときに、いわゆるカメラがブレてたりとか、すごい素早くこうスイングしてるような映像っていうのを印象的に入れていかないと、あのパンクとかハードコアのその90年代のホームビデオでもここのブレ感がとか、ちょっとどこ映してるか分かんないみたいなやつが入ってきてる格好さっていうのは出せないので、まあ俺が暴れるっていうのがすごく運動量が増えてね。それは今回そのカジノパートからちょっと、まあもちろんボーカルギターっていうところでいいパートを抽出しなきゃなっていうので、まずカジノパートから映像チェックしてたんだけど、これだけでいいんじゃないかっていうぐらいよ。ぐらい結構いい絵が多くて、狙ってた絵が撮れてて、うわこれ、まあ、最初想定してたすごい早いカットで、ね、もうぐっちゃぐちゃなやつっていうのにするのが惜しいなって思うぐらいいい絵が結構撮れてて、まあ、そういう意味ではなんか狙ってる絵が、まあ、そのジャンさんとかのやつもバリバリにそのこう暴れてるところがいい感じの家で出てたなっていうのは編集の時迷ったのは、いい絵を撮るのか、もともとの自分のコンセプトに沿うのかっていうところで、まあ、当然その曲からコンセプトを決めているから、そっちに沿う形で、まあ、編集していくっていうので、いい絵だから採用みたいなのはやらないっていう方向にしたかな。まあ、どうだろうな。今、全く流行らないんだけど、まあ、男が本質的な格好したってこういうののはず、ロックに求めてるのってこういうののはずって、まあ、これは90年代を過ごしてきたやつだからかなのかもしれないけれども、そういうところをとにかく激しく出したいっていうのはありましたね。プレミア公開の時にもね、コメントを入れましたけど、可能な限り爆音で見てほしいですね。かっこよさが何割増しだろうね、もう5割増しぐらいになると思うんで、でかい音でぜひ見てください。そうっす
ですね。なんかまあ久々の純新作というか、まあ、曲はね昔のですけど、まあ、もちろん再録してこのメンバーで撮り直してやっているので、まあ、その辺、まあ、勢いとか、まあ、世界観みたいなもの、まあ、曲自体はまあ短いなという間ですけど、まあ、何回も人気として見てもらえるといいかなと思ってますので、お楽しみいただければと思います。全く現代のかっこよさとか、若い人たちがかっこよさだったりとか、今の音楽が好きって言ってる人たちにとっては全くかっこよくない映像っていうか、何これってなるような映像だと思うんですけど、今そのバルムスの持っているその文脈だったりとか、俺が思うところのそのロック、男のロックのかっこよさみたいなところをすごくこう凝縮しての映像となってますよね。まあ、まあ、としてそういう美学みたいなものをこれからもやってこう、おっさんになってもそういうとこ頑張ってこうっていうような決意表明みたいな映像ができたかなっていうところで、ジャンさんも言ってましたが、その濁音で、何度でも楽しんでいただければありがたいかなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。別にないですけど、なんか楽しんでくれたらなって感じだよね。もうちょっと面白いこと言えよ。ありがとうございました。はい。